はい、こんにちは、ミカスです。皆さん、家で日曜デイクとかされることってありますかね。ミカスはですね、例えばね、壁にこうネジを打ち込むとか、まあ、電動ドライバーよく使うんですよ。ただね、そんなにこう力がいらないような時に、あのでっかいね、こうバコッと充電池をはめるような、ああいうでっかいのまでいらねえなっていうことが結構あるんですよね。で、ささっと使えるちっちゃいやつが欲しかったんですよ。で、今ってそういう電動ドライバー、電動工具が結構ね、いろんなメーカーから出てて、安いのは本当すごく安いんですけど、実はね、その持ってたんですよ、その安いこのぐらいのちっちゃいやつなんですけど、買ってね、2週間ぐらいで動かなくなっちゃったんですよね。で、まあ、メーカーもなんだか聞いたことないようなメーカーだったりとか、まあ、おそらくあっちの方のね、国のやつなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回その電動ドライバー購入するにあたって、やっぱりある程度信頼できるメーカーのものがいいということで選んだ商品がこちらです。はい、ボッシュです。ボッシュのね、 IXO の4プラス型っていうやつで、 3.6V のね、バッテリードライバーになります。早速開けてみましょう。このね、ボッシュっていうメーカーは、まあ、電動工具ではおなじみのメーカーなんですけど、結構ね、その充電ドライバーに LED のライトをつけたりとか、前からね、結構その痒いところに手が届くような、商品が多いですよね。はい、このようにね、缶の入れ物に入ってます。で、こうなんかこう氷炭型というかね、な感じなんですけども、これをこうかな、こっち、こうやって入ってるもんだよ。あ、ずれてたな。はい、こんな風に入ってます。こんにちは。いいね、いいね、いいぞ。はい、本体、充電器、ビット類、それから説明書、以上です。ちゃんとね、これ蓋の裏側にスポンジでね、こうガタガタなんないようになってますね。このね、今こうザクッと刺さってるんですけど、この台がね、充電器になってるわけですね。こんにちは。おー、大きさはこんな感じです。非常にコンパクトですね。ちょっとこう上を見ていただくとですね、ここなんかこうね、バッテリーの残量表示がついてますね。で、回転方向の切り替えで、これがトリガーこう動くやつですね。音結構静かじゃないですか、これ。あ、そう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 、で、さっき言ったこれね、 LED がついてるわけですよ。非常に静かですね。で、この矢印がね、回転方向どっちに回ってますよっていうのをね、記してて、まあ、おそらく電池がなくなったらここがオレンジとか赤とかに光るんじゃないですかね。かっこいいな、ボッシュ。はい、それでね、ビットの方がですね、六角が2つ、それとトルクスが2つで、マイナス1個にプラスが1、2、3、4、5種類ついてますね。はい、で、六角が5ミリと4ミリ、トルクスが、20枚と10枚、あとドライバーはね、まあ、大体の大きさ全部揃ってる感じです。で、自分でよく使うもの、もし別で買う場合はね、ここに入れられるようになってますね。こんな感じですね。もう充電器がかっこいいですよね、バッシュってね。で、まあ、電池がなくなってきたらここにこう挿すといった感じになりますね。これバッテリー、まあ、500回充電が使えるんですけど、分解するとね、バッテリー交換できるようになってるんですよ。なので、バッテリーが弱くなってきたら新品のバッテリーに交換してあげることができると。で、さらにさすがね、さすがメーカーものでね、オプションが結構あります。トルクをね、10段階に調整できるオプションだったりとか、あとはね、こうね、なんていうんですか、壁沿いにやろうとするとこうギリギリのところがいかないんで、それをこうオフセットするやつとか、あとはね、こっち向きにネジをこうするやつとか、いろいろあるんですよ。で、まあ、気になるのはどのぐらいのね、力があるのかというところなんじゃないかと思いますんで、木の板にタッピングビスをちょっとぶち込んでみようかと思います。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。